おはようございます。やりましたね。やりました。念が通じました。念がやりましたね。いやー、いけると思ってたんですよね。思ってないですけど。星井さん、この番組初めてです。これ初めてです。初めてなんですよ。番組はもちろん知りたい。もちろん、もう桜前線カミングナウ。はい、ルールはご存知。ルールは、あの、前回、前々回の、あの動画見てきたんで、あの、こう、ここでも引きを要する。というわけで行ってみましょうか。で、お花見台を。お花見台、こう下に置いてください。こう下に置くんですよね。はい、いや、マジで、ここマジで、これ6ね、行きます。はい、ちょっと待ってくださいね。1だった。うん、はい、じゃあ行きましょう。行きます。はい、せーの、ほう。いや、マジで6、6、6、6、6、1以外。にゃっ。3。いや、さっき言ってたじゃん、3でそうって。はい、もう一回回してください。もう一回回します。はい、へい。いや、マジで、これ回すのがだいぶ力強いですね。そうですね、やっぱり気合入ってるんで。六六。六。というわけで、六かける三なんで。18本。18本。はい。で、その、この後、あの。オープニングで、はい、一回回していただいて。その出た数を足したのが、お花見台。お花見台。はい、いや、4万2000円行きたかったんですけどね、お花見台。パーってやりたかった。始まりました、桜前線カミングナウ。イエーイ。本日はですね、リーチエンジェル星彩香がカミングナウ初登場ということなんですけれども、本日はですね、スペシャルゲスト、パチンコ必勝本クライマックスなどで活躍中のですね、鈴鹿さんがスペシャルゲストとしてお迎えしております。よろしくお願いします。どうも、気の振りです。そうです。実はね、あの、昨日も一緒だったんですよ。あまり緊張してない。そう、今日も笑顔で、はい、買って帰りたいんで、はい、このお花見だよですね。ぜひともここで6。なんかだいぶ重要なルールらしいじゃないですか。私全然知らなかったんですけど。そうなんですよ、これでもう、ね、笑って帰れるか。私の肘重くないですか。いやいや、もう気楽に気楽に。お願いします。じゃあ行きます。お願いします。行け。お願いします。なに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 。もう目つぶってるか分かんない。おお。いや、さすがです。すごい、さすが鈴鹿さんです。なんで、はい、花見台に5000円が追加されますので、トータル23000円。はい、持っての。結構戦える。結構戦えますね。かもしれない。これいけると思います。うん、行きます。あ、ありがとうございます。すごいシワシワになってました。後で、あの、細かくして3000円はちゃんとお渡ししますので。あ、わかりました。で、もちろんなくなったら言ってください。はい。なくなったらまたルーレットを、あの、回します。はい、罰ゲームもあります。もし困ったら私回しますよ。あ、本当ですか。マジで、そお願いします。その場合、鈴鹿さんに何かやってもらう。じゃあいいです。じゃあ早かったですね。早かった。早かった。ではですね、早速うちに行きたいと思います。頑張ります。
穴を狙え。拒んでたよ。これは熱いよね。これはどこ、どこが面白いですか。
さあ遠慮させてもらうよ。そろそろ入りたい。今日まだね一回も入ってないんですよ。驚き入ります。人事発令利用本じゃ。今日初めて入ったよ。頑張る。Let's go!
本当に。実践の方終了いたしました。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした今日は鈴鹿さん調子は。今日はね、今日全然ご様子を見に行けてなかったので、一回途中で目合いましたね。合いました合いました。まだまだちょっとどうなのかなみたいな、お互いちょっと微笑んで、ね、でほんとね笑えるぐらいね何もなかったですね。そうなんですか。そう、まああの昨日ね使いすぎちゃった。ちょっと昨日すごかったですもんね。昨日ねちょっと出すぎた。あ、今日はちょっともうその日がそう、大丈夫、私の方がひどかったと思います今日は。あの台はですね、すごい見ていただけたら多分分かってもらえると思うんですけど、台はすこぶる良かったんですけど、ちょっと私の引きが足りなかったとは思うんですけど、なんとか900枚投資の1244枚回収できましたので約400枚プラスになったという形で終わることができました。もうなんとか、すごい、なんとか。ちょっと今日はそう、途中にちょうど私が見た時に絶頂引いてたから、おすげえなと思う。いやもうマジあの時も、もうちょっとし大丈夫かなと思うぐらいちょっと興奮しすぎて、ちょっとまあまあみたいな。あ、それまあまあだったね。やっぱダメですね。人間設定人間設定が今日はちょっと弱かったんですけれども、店内ねすごく今こう最後の方見てきたんですけど、別積みとかもすごかったので、ぜひ皆様来月も11月27日ですね、また収録の方行いますので、ぜひねこちらに書いてあると思うんですけど、下の方にぜひ朝一からですね皆様桜ビンゴ東店様へ遊びに来てください。はい、それではですね、今回はこれにて終了いたします。次回もまた見てください。いや来てください。